同じ取り合いでせんべい面白いの買ってくるし、ね、そんなに受け止めてあげて、なんかそういうチョコとかグミとかまだ分かるんだけど、せんべいって皆さんどうなんですかね。でさ、おかしいね、うん。あ、そうだ、私たちさ、明日からさ、スパガカフェ始まるじゃん。あ、そうだ、そうなんですよ。キリンさんで思い出した。そうなんだよ、明日からね、スーパーガールズのコラボカフェが始まるんですよ。よ、ありがとうございます。原宿のね、Qプラザ原宿か、Qプラザ原宿の3階、うん、3階、そうそう、3階で超駅近だからね、みんな気軽に足を運んでいただけるかなと思います。なんか紹介します、ワクワクカフェの、どうせならあら紹介しましょう、うん、なんかこのスパガーカフェはバレンタインパーティーということで、まあ、バレンタインチックなカフェ仕様になっていまして、で、あのフードメニューはもちろんのこと、グッズとかもそうだし、うんうん、何よりメンバー一人一考案したドリンクがあるんですよ、うんうん、これはあの私、ま、この間超絶メールにも書いたんですけど、あのアイドルのカフェとかって、そのなんだろう、そのなんだろう、だ、うん、自分が作った風で本当はスタッフさんが考えてんじゃないかなって思ってたの。そうで、私もさ、そのカフェコラボカフェするの初めてだから、うん、だからそのって思ってたけど、ガチでゼロベースで具材だけ資料来て、ね、うん、じゃあ作ってくださいみたいな、分からないってなったの最初。え、マジで全然、ね、どのシロップがどんな味なのみたいな、組み合わせ方とかね分かんなくて、一個間違えたらね、ね、うわーってなるしね、うんうん、だからそういうのも踏まえて試行錯誤して作り上がったのが11個のドリンクだから、そうそうそう、そう、そう思って飲んでもらえたらなって思ってます。え、マジでこれで美味しくなるのかなみたいなさ、うん、いろんな組み合わせ考えたよね、うん、考えた。だから私一周回って失敗しないドリンクを考えたの最初。いや、まあまあまあ、結果あのパインジュース飲みみたいな。そうだ、そうだ、なんか下にちょっとなんか違うの、それは違うの、違うんだよ、最初本当にパインジュースだったの、本当にパインジュースだったの、同じこと言っちゃったよ。シンプルだなって思ってたけど、でしょ、あのパインジュースだけだったの私。マジの王道だ、マジの。しもう分かんないじゃん、なんとかシロップ、なんとかシロップとかさ、ジュレとかさ、難しい用語ばっかりじゃん、うん、だから分かんないから、ファンの人に、うん、なんかこれさ、せっかくお金払ってもらって頼んで、うーまずーみたいなのさ嫌じゃん。どうせだったらもう美味しいで終わってほしいから、うん、それは確かにね、失敗しないドリンクなんだろうって考えた時に、うん、バーって項目見て、黄色のものパインジュース好き、これってなったの。シンプル。で、いざあの試作で飲ませてもらいに行った時に、うん、飲んだの。いや、うん、めっちゃ美味しいよ。でもめっちゃパインジュースで、これ普通にセブンとかで100円で買えるなと思って、これは違うってなって、うんうん、じゃあ何入れようかなと思ってグレープフルーツジュレを入れたら。あら、これワンダフォーだったんですよ。そう、見た目もね可愛くなったし、ね、そうなんです。なんかパインみたいな、そう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 、なんかパインも刺さってたしね。そう、端っこに、そう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 、どこまでパイン突き詰めんだよって思うぐらい。あとサンイエローだから、超絶カラーが、だからサクランボを太陽と見立てて、うんうん、サクランボも置いたりとかしたし、なんかノンアルコールのカクテルみたいなイメージ。いや、確かにね、ありそう、カクテルに、うん、そう、そんなイメージでございます。おしゃれ。ね、すごいね、泡風呂どうなの？泡風呂どうなのっていうコメントが来てるよ。あの、かなちゃんのジュースはどんなジュース？私メロンソーダですね。メロンソーダ。あのネーミングは？ネーミングは大人の泡風呂。大人の泡風呂。なぜそうなったんですか？私ね、このまあ飲み物を一番のポイントはバラなんですよ。メロンソーダって言っちゃうなってきてる。バナナ？クリームソーダか。バラ感。バラを入れたくて、どうしても。うんうん、だからそんなあの変なことは全く考えずに、うん、そのじゃあ動画撮ってなんか中身見るじゃないですか、メロンソーダの中身パッて見た時に。うんうん、まず1回目にその浮いてるアイスを中にスプーンでグッて押したんですね、うん、いや私それ衝撃だった、ね、びっくり、うん、私ちょっと混ぜちゃうタイプなんで、うん、ウッてやった時にすっごいブクブクなるわけじゃないですか、ね、プラス
そこにバラが浮いてるわけなんですよ、うん、これまたおしゃれに置いたんですよね。そうなんですよ、置いたんですよね。あ、これを見た瞬間、あ、今もうそういう時代かって思って。どういう時代わけわかんない、どういう時代。あ、もうそういうなんか、あの今の時代ってやっぱ飲み物だけじゃないなって思って、やっぱり売れるのは売れる。ね、待って、誰もね理解してくれてないね、どういう時代、どういう時代でしょ。ね、今そういう時代に向かってくから分かんないんだけど、だから、なんだろう、なんかそういう味だけで決めてほしくないっていうか、うん、やっぱり見た目重視で私は貫きましたね、このドリンクには。すごく思い入れあります。いいと思います。だから見ないと分からない、思い入れ早いな、うん、こう見ないと分からない世界がここにあります、うん、はい、ここに。あなただけの、ここのバスタイム、そう、レッツバスタイムって言ってますはい、じゃあちかちゃんはどんなドリンクですか。まあ、シュプリームマルコなんですよね、はい、シュプリームマルコ。やっぱり私結構青色もともと好きで、自らその超絶カラーも、うん、もう青がいいです、そうだよね、って言ってたよね。なんなら青か水色のどっちかしか選択肢出してなかったくらい。あ、そうなんだ。そう、青好きで、だからもうドリンクもね、やっぱり青にしたかったわけですよ、うん、でも、うん、結果的に私ちょっとやっぱり、うん、こう結構ね、みんなが甘い系で来るかなと思って、ドリンク甘いドリンクの人多いかなと思って。ごめん、どうしたの。めちゃくちゃ靴下ダサい今確かにやばでもね、やっぱりあの足首を温めるっていうのはちょっとトークイベント来てくださった方は多いよね、この話通じると思うんだけど、やっぱり血液循環が、ね、いや多いんだよ、お腹にしろ足にしろそんな靴下売ってるんだ。売ってますね。これめっちゃ見てほしいね。これも面白い。某ユニクロ大先生です。でもあれでしょ、お母さんが、ね、これは、あ、そうそうそう、うちのマミーがね、月に1回は。マミー、いや最近ね、本当に私の私服を心配してくれてて、うん、そうなんだ。ちょっとマミーセレクトのお洋服をね、そうちょっと送ってくれてる。これは？これはマミー？あ、これはもう、自分？これはこれいつから来てんだろう。あと物持ちがめっちゃいい。これ5年前のとか普通に綺麗すぎて。そうそうそう。だってムートンコートとか小5から来てるもんね、あれ。小5からさ、え、変わんないの私。そうなんだ。マジで2センチとかしか変わんないから。それはすごい。全然着れちゃう。なんかバッグとかもファスナー壊れるまで使っちゃうから。そう。いいね。マジで物持ちいいの。何の話してたっけ。その飲み物の。飲み物の話だ。クリームマルコ。味とかも。結構やっぱり甘い系で来る子多いかなと思って、うん、でさっぱり系で行きたいっていうのは最初からあったわけです。で、まあ、男性陣ってそんなに甘いもの得意じゃない人もいらっしゃるじゃないですか。確かに、そうで、女性陣もやっぱりカロリー気にしてさっぱり系選ぶ率高い人多いじゃない、うん、だからみんなが甘い系行くなら私さっぱり系行こうみたいな逆転の発想。そこまで考えたらね。そうそうそう。でそしたら、まあ、私応援してくださる方って結構、うん、大人の方が多いんですよ、私のことを応援してくださる方、うんうん、ってことはやっぱり健康を考えた。あー、なにこれ、めっちゃ待って待って、なにこれ、ありがとうございます。今飲み物の話してる時にすごく美味しそうな飲み物が。怖い、ありがとうございます。せーのでみんなに見せるよ。バイノー、せーの、ノー、バイ、じゃーねえ、めっちゃ綺麗色。やばー、え、ね、ちょっとどっちかの写真で、ね、どっちかのカメラで写真撮ってよ。私も撮りますよ。じゃあ自撮りしてる姿をご覧ください。その写真はツイッターに後で3人が載せます。めちゃめちゃ私色なかった。いくよ、3秒ね、みんな、うん、カメラどこ。あ、こっちだ、こっちだ。もう一回いく、照れる、はい、嬉しい、ありがとうございます。いなくなってたもん。そうそう、嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。嬉しい。これなんだ、レッドアイって来てるよ。なんだろうね、スタバのレッドアイいただきます。嬉しい、いただきます。なんだろう、いただきます。待って、壁っぽい。でも待って、めっちゃ好き。なんかさ、何これ、これこそさバスタイムって感じ。バスクリーンの匂いする。それっちゃダメだよ。めっちゃ、何これ、ね、紅茶なのかな、フレーバーティーみたいな。でこれ何のやつかめっちゃ気になるね。めちゃめちゃ美味しいんだけど。美味しい。私の
ジュースのグレープフルーツジュレのグレープみたい。この下にね、みかん入ってるの多分想像つけないでしょ。これカフェに出したらなんかおしゃん、グレープフルーツは絶対入ってる、クランベリーも絶対入ってる、ね、あ、クランベリーか、うん、レモンも入ってた。早いぞ、すごい散策。うん、わかんない今の。わからんのかー今のわかんなかった。わからんのかい。美味しい、なんだろうこれ、めっちゃ美味しいね。あ、でもこういうさ、ベリー系の紅茶とかありだったな。確かいないね、紅茶系のベリー系いないね。ね、あ、ちょっと次回次回とか、ぜひ皆さん明日から飲んでくださ い, カフェくださいあとは夢と希望を入れる、夢と希望も入ってるそうですよ、いやありがたい。うん、夢、ドリーム入ってる、ドリーム、希望、希望入ってる、エメラルね、うん、え、でもありだね、こういうさっぱりなさ。めっちゃ美味しいんだけどこれ、うん、美味しい、みんな飲んでみて、うん、なんかよくわかんないけど、これ何なんだろうね、何なんだろう、知ってる人、はい、教えてほしい。スタバの店員さん、スタバの店員さんはいらっしゃいませんか。店内コスモは入ってないね、コスモは入ってない、うん、カラのあのやつはコスモ入ってるけどね、お考案したやつは。ねえ、みんな的にもう慣れた？スパガ、どっち、私たち？うん、スパガ自体、私なんかもう最、もうなんか加入してから、うん、違和感感じることがない、もうなんかすんなりこの生活に溶け込んだ気がする。なるほど、うん、特になんか、はあ、もうこれ嫌やみたいなこともないし、そう、メンバーに会えるの楽しみやし、うんうんうん、それいいね、うん、それが一番。そうなんだ、こう、あ、うん、今日お仕事やわーみたいなテンションでいけるから、なんかさ、うん、オフの日って不安になんない？そうそうそう、そっちそっちそっち、私この間ね、うん、オフの日2日久々に続いたの、うんうん、もう不安でしょうがなくて。あ、確かに久々、いや、久々だって、ね、マジで久々だったな私。まずオフがあることがめちゃめちゃ久々で、うんうんうん、で、まあ、あの2日連続になって、なんかね、なんか夜が終わった感じがした。うーん、いや、わかる？なんか不安なの。え、私寝てるけど今日仕事ないかなと思って、で、そういう時にめっちゃチェックする。いや、マジでね、マジで今日仕事やばい、私今日仕事ない、やばいやばい、パニックパニックみたいな、うん、ありがたいことにさ、ずっと休みなくお仕事をさせてもらえてたから、うんうん、もう怖くて、うん、私もう寝飛ばしてんじゃないかと思って、マジで怖くて、で、ツイッターを見たわけ、うん、したっけさ、チカちゃんがさ、うん、なんか珍しく電車乗り過ごしてたみたいな、うん、でも早めに家出てたから大丈夫みたいな、うんうん、やったわみたいな仕事寝飛ばしてると思ってLINE の、 あのいつもマネージャーさんが送ってくださるスケジュールをね、うん、見返してたの、うん、でもオフなわけ、うん、オフっていうかオフの日はスケジュールが来ないんですけど、うん、スケジュール来てなくて、うん、私その前の日体調を崩してたから、ね、だからあの頭がちょっとやばくなっちゃって、うん、あの自分でスケジュールを消去しちゃったのかと思って、うんうんうん、慌ててちかちゃんに連絡した、今日仕事あるっけって。そうそうそう、たらなかった。私がね、通院の日だったのよね、うんうん、定期検診の日だったから、うん、マジ謝ったもん、私のきりにえらこいことつぶやいてごめんっって。いや、私もマジ心配性だった、ただの。でもゆうきりんは、ゆうきりんとそれこそ私は結構ね、行動早いもんね、ついてるのは多分ここ2人が一番早いもんね、いつも。そう、集合時間のめちゃめちゃ早く行くから、うん、その次くらい、多分ゆうきりん、西丸、坂林みたいな順番で早い集合数の。そうか、うん、マジでね、あの時焦ったよ。いや、焦らしてしまっても反省。いやいやいやだからオフって怖いなって思った。あ、ゆうきさんがクマくれた。ゆうきさん、ありがとうございます。これなの、くんつまさんからのオーガ、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ゆうきさん、めっちゃチェックしちゃうね、確かに。いや、怖いよ、オフって。休み怖い。
そう、だからそういう意味ではね、慣れたっていうか、ね、そういう生活に。でもやっぱし毎日仕事が、うん、あってほしいかも。でもなんかさ、でも4期同士はねもう完全に慣れたというかね、打ち解けた、ふざけ合ってるよね。まあ、やっぱじゃあ、あの松本樋口がね、やっぱり一番元気じゃない、元気の中では。本当に2人とも高校生だよね、ザ高校生、ちょっと羨ましいもん、その感じもう出てこないもん、なんか頑張っても。そう出てこない、控室帰ったら私もうスーンって座っちゃうもん。そうやっぱその元気はいいなって思う。若いよね、若い、素晴らしい。あとなんか可愛いんだよね、もう何しても。私さ、なんだろう、ジェムの時も年の差あったけど、あったけど、年下メンバーが割と見た目めっちゃ大人っぽかったり、 あとなんか、まあ、全員が全員もうゼロからのスタート、ジェムとしてはゼロからのスタートで作り上げてきてたから、あの違和感なく全員こう一緒に進んでて、でそこでひらりが入ってきて、もなみちゃん入ってきて、あの子たちもめちゃめちゃ若かったけど、ああいうタイプじゃなかった、もうおとなしかったから、だから初めてなの、なんかこういう同じグループに妹系キャラが、ザ妹系キャラがいるっていうのが初めてで、でもめちゃめちゃ可愛いんですよね。なんか妹みたいな感じになってるの最近、ゆうきりん。そうそう、マジで妹、なんか面倒見たくなっちゃう、あそれ違うよこっちで、おいでおいでみたいな可愛いって。ゆうきりんって言ったらさ、ゆうきりんがさ、どうしたっていう感じ結構好き、私本当どうした、本当温かい目みたいな、めちゃめちゃ可愛いですね。でさっきコメントにあったけど、オーディションがこの3人たまたま別ルート、本当だ。そう、ショールーム組、ショールームです、 MBS 組、はい、フレッシュ組、じゃあねバラバラだね、すごい、すごい。それコメントさっきね見てね、確かに話したいと思って。すごい、どのタイミングで知った、お互いを。私ね、ヤンさんはファイナリストになってからしか知らないわ。私もだな。なんかファイナリストになって、であすごい美人な人いるなと思ってツイッター見に行ったら、ちょっとよくわかんないことつぶやいてて、もう結構真面目につぶやいてたけど ね。私のイメージ的にもう176センチくらいある。あ、わかる。そうそうそう、超モデルさんみたいな人だと思ってたら、なんだろう。こうだったから、なんかね最初ラジオチビだったからって言いたいな。いやいいやん、小柄かわいいやん、かわいいかわいい、羨ましいよ。なんか私はツイッターとかより先にラジオの声だけを見た。あーそっちか。でだから顔とかもまだ分かんなかったから、あのもちろんキャラも分かんないし、なにめちゃめちゃふざけてる子がいるって思って、そうっていうのが印象だったな。ちかちゃんは、はい、ファイナルの猫か。そう猫、私オーディションの配信あのリアタイで見てたけど、あの全然分からなくて、まあ、私ずっと下の方にいたしね、ランキング。あそうなそうだっけ、急に登ってきたって感じ。急にで最後の猫ちゃんで、でも同じ匂いする人いるって。私も結構ああいうことやっちゃう人だからさ、いそだ、そうおいると思って、そこで覚えた。ゆうきりんはさ、最初からもう、ゆうきりんって感じだった。いやいやいや、ね、私もだって正直正直な話、ゆうきりんが、私もともとさずっともう中学生くらいからアイドル好きな人だから、ゆうきりんも知ってたわけよ。嬉しい。そうもともとだから、ゆうきりんがあのオーディションに参戦するって、なった時、ああもうこれはちょっともう可能性ないかもなと思ったもん、やっぱり。あれだけど一人しか受かんないと思ったってこと。いやてかもうそもそもやっぱさ、今回も結果的にまあ7人っていうね、結構割合的には低いじゃないですか。でもオーディションの数、そうそうそう、参加人数はちょっと累計何人か知らないけど、そうでもそもそもが
5名の先輩方卒業されること知らなかった、知らない状態で私たちオーディション受けてるから、まあ、本当に2期3期の先輩みたいに3人5人とかそういう話だと思ってたわけ。ああなるほど、そういうことね。そうそうそう、だからこの超少ない枠にユーキリンが1人入るってなったら、あとこの人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 かなみたいな、あーみたいな。そうすごい最初はねやっぱ正直思ってた。そう、まあ、結果的に一緒にできるってなってすごい私は嬉しかったから、一番最初ユーキリンに話しかけに行っちゃったけど、話しかけてくれた。そういうなんかネガティブな思考もオーディション中は正直あったよね。オーディションでしょ、神経質になってた。かなちゃんは私とちかちゃんのこと知ってる？知ってた？知ってる？ファイナルだね、完全に。やっぱファイナルって、あーあれか、花道の。あれね、金沢さんは、あのフレッシュの動画見た時に、輝いてんじゃねみたいな思ってて、ダンスあのめっちゃかっこいいダンス、かっこよかったよね、踊った時にうわこれ輝いてんなって思っちゃったの。へえ嬉しい。そうセミファイナルか。そう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 、うん、やつ見たね。ちかちゃんはうめえやんって思った本当にダンスありがとうございます。うん、そうなんだよ。そう考えるとすごいな、別ルートでやってたもんね。すごい、こんな仲良くなれると思わなかったわ、ね、人間って不思議。3人でねショールームやっちゃって、ね、配信する、配信しようよみたいなさ、ね、こんな未来が待ってると思ってなかった、本当だよね。懐かしいね。懐かしい。でもまだ数ヶ月前だよね、私あれ1年前の記憶な感じするな、すっごい時間経った感じはする、うん、もうそれからがさいろいろなことがありすぎてさ、遠い未来だよね。もう遠い過去だ、遠い過去だよね。僕らに近いでしょ。遠い過去だよ、もう本当に。だって合格発表あって、もうそこからすぐ指導だったじゃないですか。そうね、でお披露目までもう1ヶ月半、うちら結構がむしゃらに頑張ってたじゃない。本当だよ。そうでお披露目あったらあったで、その活動プラス SNS っていうのが追加されて、もうそこでもうドッタンバッタンじゃん、でも本当にがむしゃらにやってたら気づいたらもうちょっとで2月みたいな。やばいよね、覚えることも多いし、なんか早すぎてね、なんか意味わかんないの、今も意味わかんないのよ。いやわかる、その気持ちわかる。なんか生きてるけど、なんか秒で過ぎていくから、ね、秒だねマジで。あっという間に多分ね、来年だよ、武道館、武道館できるかできないか来年の今には決まってるよ。まあでもそういうことよね。そういうことよ。いや遠い未来でも4期仲良さそうだって。確かにもっと仲良くなるだろうね。なりそう、間違いね。面白いよね人って、人生って深いなって思う。本当に、だってオーディション受けてなかったらね、ないからね。私もだって本当に奇跡だもん、このオーディション受けたこと自体が。もうだって普通に就活し始めてたし。そっか、そうそうそう、確かに本当にご縁ってあるんやなと思って、ありがたい、嬉しいなって、ありがてぇ、ありがてぇ。だってさ3年前とかさ、ゆうきりんと同じグループになるとかも思ってなかったもん本当に。やっても画面の向こうの人やんか。いや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 、不思議じゃない。不思議よ、私も不思議よ。私もなんなら私が一番不思議なんかおいスーパーガールズですって言ってるよみたいな。そうだよね、確かにやばいよって、不思議、人生何が起こるか分かんないけど、ありがたい人生だなって思いますね。本当に幸せな環境で今こうやって活動させてもらえてるし、本当に楽しくね、楽しいね。マネージャーさんたちもめちゃめちゃいろいろねしてくれてるし、ありがたい、ありがたいです、ね、先輩たちもね。そうね、すごいこう受け入れようとしてくださるのが目に見えてわかるじゃないですか、4期をさ、こうカモンみたいな、そう、それが本当にありがたい。そうだよね、いやね、本当だよ。でもなんかさ、いやなんか、いやね、待ってこれさ、ね、ストローを入れてあった紙がさ、くっしゃくしゃになってんだけど、これずっとなんか喋りながらさ、私 私ね、大好きなのストローの抜け殻抜け殻なのね、欲しい人そう
やなんかさ、うん、後輩が入ってくるっていうのもさ、うん、なんか多分めちゃめちゃなんかさ学校の部活とかだったらさ後輩が来るとさ、うん、ちょっとワクワクするじゃん、おやばい先輩になれるんだみたいな、うん、あ、え、ない？あるくない？若干、え、ない？やばい後輩か、私めちゃめちゃ嬉しかったの、あの中学の時に部活ずっと一番下で、うん、で後輩入ってやばい先輩になれちゃうみたいな思ってたけど、やっぱアイドルグループの後輩できるってね、うん、私は初めての後輩できる時めちゃめちゃ嫌だったの。なんで嫌だったんだ。ジムの前ね、うん、AKB の時にめちゃめちゃなんかファンを取られちゃうって、あ、競い合いだ、そう思っちゃってたね。まだ子供が今25ですけど、その時とか若かったから10代だったから、そう、しかも高1高2の時に初めて後輩入ってきますってなった時に、やばいファン取られちゃうとか、かわいい、ね、そう、めちゃめちゃいろんなことが不安で、なんか、あ、自分たちの気あの注目されなくなっちゃうとか、あのメディアもファンの人もスタッフさんも先輩方もみんなあの新しく入ってくる気、うん、に取られちゃうとかめちゃめちゃ思ってて、その時はね、あのそれこそ川栄とか、うん、川栄ディーナとかが入ってきてめちゃめちゃ可愛いし、まあ、確かにあの世代特にね、そう超嫌だって思ってたけど、なんかこう、まあ、それもそれで、うん、なんかあるじゃんきっと、わかんないけど、さっき先の気持ちはわかんないけど、まあね、あるかもしれないじゃん、うんうん、でなおかつさ、こうジェムでさ、こうひらりたちをさ新章でさ新メンバーに迎え入れるときにさ、やっぱグループがちょっと変わるだけでやっぱすっごい不安になるわけ。自分たちずっと一生懸命頑張って何年も築いてきて、で新メンバー入って、うん、やれる曲数もさゼロからのスタートじゃまた、うんうん、私たちもさ We are Gem やってスポットライトやって We are Gem やってみたいな感じもあったから、でファンの方にはさ、こっちは一生懸命頑張っててもさ、ファンの方はさ、いや早くもっと曲やってとかさ思わせてしまってるのもすごいわかるから、そういうのもすごいストレスになるし、うん、だから3期生さ、まあ、優しいからそう思ってないと思うけど、もしかしたら心のさ片隅でさそう思ってるかもしれないじゃん、うん、いろんな曲やりたいと思ってると思う、だから、うん、そういうのもわかるし、かといって私今回さ初めて新メンバーの立場でこう築き上げてきたグループにこう入って、うん、あの新メンバーの大変さもめちゃめちゃわかったし、大変やね、しんどさとかもわかったし、うん、だからねそこをねうまく中和していけたらいいなと思ってるけど、でも最近はね楽しくやれてるよね、うん、みんな、なんかユーキリンがさ、そのどっちの気持ちも分かる人やんか、そのそうやね、ちょうど、うんうん、中盤に取ってくれるよね、うん、なんか先輩の気持ちも分かりつつ、そう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 、そんな複雑な感情を持ってどうすんのって思うけど、うん、大丈夫か、本当にでもそういうことなんだろうなっていうね、うん、そうそうそうリアルの体験談だから、ね、なんかそれを私たちにこう伝えてくれるのも、うん、なんて言うんだ、私たち6人にとってはモチベーションにつながるから、すごいありがたいなと思う、うん、嬉しい、うん、嬉しいね、武道館行きたいね、うん、そうっすね、全ては自分たち次第だからね、うん、本当にもうできることをもう人、うん、少しずつもうやっていくしかないなっていう、それだけ、そう、うん、今見てくれてる人たちと、うん、一緒に歩むだけだから。てかね、知ってる、うん、もうね10時過ぎた。え？めちゃめちゃ光ってたよ今。マジで？そうなの。すごくない？早くない？マジで言ってる？マジで。光ったね。全然ゲームやってないじゃん。そう今日ゲームやろうって思ってたんだよ。めっちゃ語っちゃったよ。マジ？そうなんだよ。時間ってそんなもん？やばいよね。早くない？一瞬じゃん。まだ10分15分の感覚なんだけど、そうそうそう、嘘、みんな眠い？いい話してたらもう延々と喋っちゃってたよ、うん、そうなんだ、もう用意してたけどね、マジそんなになんだ、なんかさ、ヤンさんがこの武道館に向けてこういうことを頑張りたいみたいな、うん、そういう意気込み意外と聞いたことないからちょっと聞いてみたい、うん、え、今日雑誌の取材でなんか具体例みたいな語り殴ってきたぞ、具体例、
カラの真面目キャラ出ちゃうどうしよう、大丈夫かな。大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫。きっと二言目で、ふざけてんのってなる。まあ頑張って歌っていけたらなって思ってます。頑張って歌っていけたらいいんですか。歌頑張りたいなって。まあそうですね、アニメのお客さんも増やしたいなってめっちゃ思ってます。やっぱり最高、ね、ラブ&ピースだろ世界は。私ねそれめちゃめちゃ思ってたの。あのちかちゃんが、はい、真面目出ました、ごめんなさい。出てない出てない、大丈夫です。ちかちゃんがまず声優行ってほしくて。いや私は個人的に行きたい。そう声優行ってほしい、うんうん、でかなちゃんはあのボカロとかをめちゃめちゃ歌ってほしいの。いけるよその声、マジで行ってほしい、ね、っていうのをめちゃめちゃね、うん、結構最初から思ってた。え嬉しい。ちょうどでもさ、うん、お互いやりたい路線ではあるよね。そうなの、あのもうやるようにしていってる、うんうんうん、実は。へい、やば、入れて入れて何。私じゃあサイリウム持って踊るわ。そっち。ゆうきりんは個人的に 2.5 次元舞台とかいけるさ、スタイルじゃん。ピョーン、もう本当にスタイルなんかした。でもみんなさそれぞれの強みを生かして多方面で活躍することでグループの底力になりたいよね。確かに、うん、上げていきたくない。確かに私そうだね、うん、演技久々にやりたいですね。舞台もやってたしね、キリンずっとやってたね、いろいろ。ジェムの時からね舞台はやらせてもらってたから、うんうん、なんならスパガで舞台とかこの間話してたよね。あそう、えあのファンの皆さんどうですか。超絶歌劇団カウルム超絶歌劇団をまたやりたい、ね、スパガだけで。そう、皆さんいなかったか、2人で話してたのか。やりたいね。あと、うん、バスツアーもしたいし。あ言ってたけどめっちゃ海外にも行きたいし、海外にも行きたいし、であと私となずちゃんが大好きなサンリオピューロランドまたアイストがジャックしたいし、やりたいことがね山積み。山積みある、ね、今日めっちゃ綺麗だった今。わかるわ。ワンマンもやりたい、ツアーもやりたい、うんうん、やりたいんですよ。やりたいし。そのカナヤンは何が、確かにやりたいこと何。えカナさ、うん、あやりたいことはって言われた時、うん、これさいきなりさちょっと世界観変わるかもしれんけど、うん、いいよ変わりそうだね。あれがしたいな、あれがわかるやつ、あれほら出てこない、なんでだ、何あれができるやつ、ほら心理テスト、はいはい、そうスパガになって、うん、かなちゃん心理テストやりたいの。そうみんなで心理テストやりたいっていうのずっと思ってて、あれこれみんなとベクトル違うなってちょっと思ってたけど、マジでマジでマジで、それはベクトル違う、みんな、ないやもうコメントが荒れてるよ、ね、今みんな気になら、あれコメントがあれですよね。 やばいよ、やばくない。だってさ今振り返ろうよ、海外公演したい、そうそうそう、アイストでもう一回サンリオさんジャックしたい、歌劇団やりたい、やりたい、アイストやりたい、やりたいね、超絶メールはもうやってるね。超絶歌劇団のね、言ったね、言ったね、全国ツアーもしたいね、そうそうそう、ワンマンもやりたいねとかね、心理テストしたいね。やんさー、やばい、それは個人配信でやっていただいて、いや楽屋でも、のことが楽屋でも付き合うんで、そうメンバーのことをもっとそこから知ってもらいたいなって。でもね、私ちょっとそう似たような路線でもあるけれども、うん、あのスパガタイムズのリメイク版みたいなのすごいやりたくて、したいね、大事よ本当に、うん、あれは。私なんかその可愛い子が何かをしてる仕草を勝手に撮るのが好きだから、うんうん、私がカメラマンになって、うんうん、そういうみんなの見れない部分、日頃ショールームとかそうライブじゃ見えない部分をお届けする係すごいやりたい。なんか最近ちょこちょこ上げてるね。そう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 、よいよい、そう、そういうのすごいやりたいな。だってさ、うん、楽屋、私もそのさ当時ジェムナウがなかったら、うん、多分楽屋の私は多分ファンの皆さんは知らなかったから、うん、永遠に時々真面目なことを適当に語って、適当になんかポンコツじゃんみたいな多分イメージだったと思う。どういうイメージよ。大事だと思う。まあね、うん、大事よね。そう、うん、そうね、見たいもん私もみんなの素がもっと見たいよね、うん、でなんか4期の学園の感じ見てると結構面白いもの作れそうな感じするじゃん。作れそう、うん、そう
確かにね。そうそうそう、あとヤンさんは意外と楽屋だと静かだしね。うんうん、でもチカちゃんとカナちゃん静かじゃない今思ったけど。よく気づいたね。うん、今思った。よくお気づきで。4期の楽屋をね今パッとね頭に入れたの。したっけ2人静か。多分ベストね、ベストオブ静か、静かトップ2みたいな。確かに感じだと思う。確かに ね、 なんだね。私どっちかだな。ゆきに 日によるそうだな。どっちか。でもやっぱりお姉ちゃん役やってる時はめっちゃ喋ってるなと思う。うん、なんでだろうね。なんかそれを眺めてる方が好き。うん、でそれ眺めてて、あ、今だって思ったらあのカメラあーね、確かに見た、その今日その瞬間確かに撮られた私今日確かに今思った。そうで可愛い子を見て、そうチャッターチャンスを逃さないように見ちゃってるかも。確かに撮られた今日行動。そうですね、一番やばいやつかもしれない。いや怖 いよ変態やって言われてる私。いいよ間違いない。そうですね。まゆこは喋るのとか。喋る。ちゃん喋るの。喋る。喋る。喋、うん、るよ。やばいよね。今日の楽屋ちょっと真似してあげて。えでもまゆこ違う。え延々とこんな感じじゃない。ずっとそんな感じ。あのあ持ってない持ってない。なんかひたすら。マジで似てるからね。そうマジでこんな感じ。今日の目の回数半端なかったから。ねえ。え絶対手はこうで体はこうなの。うるさいなんだよ。ねえゆうきりん。違うなもんねえ。うまい。見てるからまゆちゃん。見てるからマジで。まゆちゃん似てる。まゆちゃん見てる？いやでもね本当にマジで似てるんだよね。クオリティが高い。うんゆうきりん。しかもさ、ね、今日さまゆちゃんさ取材中にさ突然さ手こうしだしてさ。シュ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 。なんか言った言葉を消したいみたいで。シュ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 あれめっちゃ可愛かったんだけど私えってなの、ね、一瞬時止まったわ。めっちゃ可愛かったあれ。めっちゃそうめちゃめちゃ喋るよ。ゆうちゃんも喋るし。ゆうちゃんね喋るね。クオリティ高いよ、ね、ほんでわし似てるからすごいね、うん、やったずっと見てられる。こんな感じだからね楽屋全部ほんとに。ゆうちゃんのなんか真似ある。うんゆうちゃん真似できるの。何してくる。ねえまゆちゃんじゃない、まゆきりん。まゆちゃんがねーまゆちゃんはここで喋るの。でもゆうちゃんはここで喋るの。でも真似する時難しい。まゆちゃんを真似する時はここから声を出してゆうちゃんを喋る時はここから出すの。伝わるこれ。みんなぜひ真似してください。だいぶゆうきりの特技だね本当ちかちゃんとかなちゃんの真似したいなあいつか。いや絶対掴まれたくないちかちゃんはだんだん掴んできている。あなずちはってコメント来てる。なずちゃんがね難しいんだよね。なずちと研究中ですか。なずちゃんとあいかちゃんとかなちゃんは今まだね、うん、探ってる見てる。あいかちゃんでも笑い方特徴じゃない。特徴的じゃない。あいか違うのみたいな。あ、ちょっと似てなかったね。そっち系だわ。そっち系。あとそれなの回数。それな。それなバイバイ。めちゃめちゃ多いね。ザ JK の2人が。わかる。難しい。かなちゃんはねやれそうなんだけどね。いやね今日ねそのかなやなんで真似できないのかっていうのを話しててね。うん、あの決定的なフレーズがないのよまだ。そうそうそう。口癖っていうの。あ、うん、口。うん口癖？違う何？口癖？口癖口数少ないもんね。あ意外とそうなの。そうそうそう静かだからねやっぱり。うん、もうライブの時だけだよカナがあんなに張り上げてる。いや本当突然だよね。楽屋とかでさこんなんしてるのにさこんなんしてさ静かなのにさライブでセキュリティ。確かにね。あれはどうやってテンション持ってってるの？確かに完全に自分の中での楽しみっていうのがもうベクトルが違う。ライブすごく好きなの。マクソンアイドルやな。芸人さんやん。芸人なのアイドルさんどっちなの？え？
芸人さんなの？アイドル。アイドルなの？ずっとアイドルやってきたよ今まで。なんか、うん、ダンスとか踊ったり。じゃあそんなアイドルって今自分で言ってるかなちゃんに、うんうんうん、アイドルっぽく萌えゼリフとか聞いてみたいな。自分で今アイドルだよって言ったし聞いてみたいな、うん、かなちゃんとアイドルしてるもん。痛いなすごく痛かった。戻ってきて。すごく痛いよ。はい、包帯ぐるぐる巻き。かわいいなって。大丈夫、かなちゃん推しは今頃喜んでくれてるはず。喜んでる。すごく大ダメージ受けたんだけど大丈夫だよ。3人とも酔っ払ってないからね。大丈夫、毎回言われるんだけど。クランベリー。いやまだ治らない。治って大丈夫だよ。どんな沈めろ。だってみんな可愛いって言ってるよ。ね、可愛かったよ。ほら呼吸するの焦った。変な汗かくぜ。スプリング。宇宙一可愛いって。イエーイ。でもさ次は誰って来てるよ。やナイス。こういうのがね。やっぱりさロシアってさ、うん、寒いだろ。わかるわかる。だからさ、うん、人こともさ、うん、なんか寄ってきた人間にさ、うん、温かくなるようなね、そうだよね、キンキンする萌えゼリフをね、やっぱ散々ロシアで寄ってきたと思うんだよね。わ、うん、かるわかる、ね、運行の中でロシア行ったことあるのは誰かな。誰かな。確か寒いやろ、マフラー巻いてあげる。緊張するのやめてもらっていい。緊張が今めちゃめちゃ伝わってきたから。はい、いや私はもともといなかった。元々登場していなかった。みんなが見ていたのは、はい、そう幻覚。ちなみに北海道もそんなこんなで北海道、まあ、北海道も寒いじゃん。今年の北海道やばくない？海とか凍ってたよね。そんなだいぶ凍ってるよね、やっぱり。ダメだよ、北海道も。だから道路とかも凍る感じじゃん、やっぱり。そうだよね、滑らないように助けて的な言葉を。やっぱ滑らないよね、北海道しね、やっぱり。ちかちゃんに振った時点で私ちょっと気づいたんだな、うん、これ間違ったなって思ったな。どうですか、アイデア取りましたか。ちかちゃんを味方にするべきだったな、あの時に。そうだね、やっぱりこうなったらもうやらされるな。最年長ですか ね、 そうそうそう、やっぱりね、アイドルの大先輩でもあり最年長でもあり、うん、やっぱり最年長の全力出し切るっていうところで、まあファンの皆さんもそうですし、うん、私たちもやっぱ期待してるもののデカさはちょっと違いますよね、うん、期待値がね、やっぱりね。ねえねえ、みんな美味しい飲み物見つけたんだけど、はい、一口あげる。甘い。違うか。やだ、何これ。やばい。何これ。やばい。何これ。画面越し。ごめんね、二人とも振って。今スクショした人。三人で。三人頑張って。包帯買いに行こう。そうだね、ちょっと気が。そうだね。巻いてもらおうこの辺。いろんな感情が。そう。やっぱりね、ちょっと20超えるとやっぱりきついな。きついね。うん、来るもんがあったね、今日。それはアイドルとかいう問題じゃないね。そうだね。これは。若い子に任せよ、今後。そうだね、こういうのは。分かる。JK に頑張ってもらって、うん、JK に頑張ってもらおう。うん、そういうこと、うん、スパガナショートコン ト, ト, コントではない。プレゼントボックスに包帯入れとくって、まあ、ありがとう。巻く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 。いやーねー、いやなかなか楽しかったね。ぼちぼち終了のお時間かな。本当だ。本当はね、なんか個人配信もね、クズのルームやろうかなと思ってたんだけど、そうそうそう、思いのほか盛り上がってさ、ゲームどころじゃなかったね。でまたやりましょうよ、うん、やろう。第2回開催しよう、うん、3回目で。なんかさ、座談会みたいな感じになったね今日ね、うん、でもそれもそれで良かったかもね、うん、楽しんでいただけましたでしょうか。確かにそれ大事。今日結構真面目な話からいきなり最後飛んだけど、うん、じゃあもうすぐ3000人、ね、明日しましょうって。しましょうしましょう、やろうやろう。待ってね、3カメでやる。正面、右、左、あるんだよ。そうね、そうね、わざわざね。あるんだよ、3ルーム使って。3曲ね、あるから。そうそうそう、うん、3ルームジャックしましょうよ。ぜひなんか今ゆうきりんの配信見てくださってる皆さんでとても私たちに興味持っていただけたら、あの坂林もあのショールームのルーム持ってるんですよ。はい、ちかちゃんも持ってますね。あるでいい。ぜひぜひね、もう3人ともルームフォローしていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ね、めちゃめちゃ楽しい。大丈夫？はしゃいじゃった？なんか突然なんか入ってきた。いや、やっぱさっきのぶり返しだね。ぶり返してるよ、うん、やっぱりね、うん、やばいね。こんだけいっぱい語って最後あれか。あ、ちょっと待って、あさって、あさって誕生日。え、今日何日？今日何日？今日24じゃない？24か。今日24？え、わし、あさって誕生日。本当だった。かなやん、あさって誕生日。やば、今気づいた。なんか、はえ。え、去年の誕生日何してたの？去年の誕生日は、一人でケーキ買いに行って、一人でいちごケーキ食べたから。かわいいな。次の日、親に祝ってもらって。お、え、今日は？あ、今日はじゃない、今年は？今年は？待って待って、混ざった混ざってるから。今年はお仕事だっけ？明後日。そうなんで、明後日はリリーベですか？そうそうそう、ちょうど。え、明後日って土曜日？明後日リリーベです。あ、そう、やっとなんか会えるじゃん、誕生日当日に。やっとだよ、私の誕生日に。嬉しい。やばい、誕生日メンバーとだね。ね、うん、なんか期待してる。うん、そんな期待裏切っちゃう。待って、裏切っちゃう、新しいこれ。へえ、でも、まあ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 、おめでとうは何回でも言うよ。うん、うん、今も言う、おめでとう、おめでとう、まあ、え、マジでおめでとうだわ。ありがとう。へえ、本当に早くて早くて。うん、え、おいくつになられるんですか先輩？私22か。若っ。あ、若いな。早いっすね。1歳差か、私と。学年的にはね、一学年違うのか。そう、ね、そう、若いな。いいな、まだ22か。22か、早いね。で、その日にね、22か、ショールームもしようと。お、聞きましたか皆さん、誕生日配信するらしいですよ。やっぱりあれかな、やっぱりケーキワンホール大食い選手権っていうのがやっぱり来てるね。いや、なんなら頑張んでしょってなるよね。こっちでしょってなるよね。こっちやってからそのまま食べるっていう方向性でいいのかな。一人で、一人で、一人で、行きます、バン、ベロベロベロ。それで始まりましたみたいな。そう、それやってよ、最高だね。うん、顔面崩壊状態から始まるね。床に落ちた生クリームは私が食べに行くから。そうだね、その辺は。うん、あの機能説明にちょっと2人で行くわ。機能説明に行くついでに食べるわ。そう、ね、うん、もう大丈夫、このタイムラインね。タイムラインしたらコメントじゃなくてタイムラインなの、ね、コメント読めるのめっちゃ。あのさ、コメント押すとあのこれが表示されないのね。そう、でもギフトが、そう、タイムライン押すとこの2つが両方出てくるわけよ、コメント。あ、そういうことか。そうそうそう、だからタイムラインを表示しとけばグッジョブ。でちなみにランキングはここで見にくかったらこのランキングっていうのを押したら。そうそうそう、この前1位から言っちゃったんで。わかる、最初私そうだった、ね、私毎回1位から言うときは。マジか、最近言ってないけどって感じで使えるので。へえ、わ、うん、かんなくなったら。うん、あとやっぱテロップ入れるのが大事よね。やっぱさ、テロップ入れてるとわかる、このさ、トップページとかでさ出てくるわけ、ここにテロップの内容が、うん、あ、本当だ。そうそう、だからテロップ入れるのはすごいね、良きだよね。ここのここの三個を押して、yeah、 テロップ押したら入力できる。そう、それめっちゃ書きたかったな、ね、それかけたら一つ成長だね、うん、あとかなちゃん歌もうまいし、カラオケ配信とかね。あ、本当だね、良さそう。うんうん、いいですね、リリーベ。いや、リリーベ頑張りましょう、今週末も、ね、ほい。寒いそうですけど、東京は行くで。そう、え、なんだっけ、なんだっけ、だいぶ寒いんだよ、ね、今週の日曜日が今季一の寒波がやってくるみたいで、うん、やばいね、今日も風強かったけど ね、 ね、でも本当さ、来てくださる方々はさ、もっこもこにして来ていただきたい、うん、マジ、それで風邪ひいてほしくない。手袋とマフラー必要、手袋、マフラー、耳掛けが必要みたい、うん、だからかなり暖かくして、おしゃれとかどうでもいいからもう着込んできてほしい、うんうんうん、来てくださる方は本当にこちらからのお願いはそれだけ、はい、本当に暖かくして体調を崩さないようにして来てください、お願いします。スケジュールに関してはね、各自のツイッターだったりとか、あとはスパガのホームページからね見てもらえるから、う、ね、うん、こちらからお願いします。お願いします。今日はランキング読みますか、かなやも読みますか。そうです、彼に読ましていいんですか。じゃあ私3位、ん、10、
上段が何位までだっけ、これ13位までだっけ。はい、どうぞ。あでは読みさせていただきます13位アラエルさん、ありがとうございます。12位テツさん、ありがとうございます、ありがとうます。11位ゆうじくん、ゆうじさんありがとうございます。10位ともひろくん、ありがとうございます。ともひろありがとう。9位ゆうき、これはかっこちかっぴたんてんてんてんってなってる。ゆうき、ゆうきありがとう、ありがとう。いやこれ、はい、8位みちさん、これダブルダブルダブルでいいんだよ。うん、みちさんで大丈夫。みちさん、みちさんありがとうございます、ありがとうございます。甘いな。どういうこと、どういうこと。7位ディオリアさん、ありがとうございます、笑ったらございます、笑ったらございます。6位オレさん、オレさんあーと、あーと。はい、5位コーニーさん、コーニーさんありがとうございます、ありがとうございます。はい、4位コロンさん、ありがとうございます、ありがとうございます、コロンさん。はい、3位ロベルトさん、ありがとうございます、ありがとうございます。やばいね。はい、2位バダッシャン、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんでこれ。あ、やばい。1位言ってください。なんで言ってくださいよ。これも言ってくださいよ。はい、追っていくんで。1位ゆうきゆうちゃんず、ゆうきゆうちゃんず、ありがとうございます、ありがとうございます。これ何これ、これ何これ。本当にもう、本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。またまた3人でやりましょう。本当にめっちゃ楽しかった。私個人的にね、楽しかった。いや笑ったわ。もうヤンさんやっぱすごいね。すごい。うーん、お掃除くんね、スクショしてツイッターとかで拡散してもらう。確かに。やばい、今日のね髪型ね、マシモだよ。今ボサボサしちゃった。みんなね、もうだいぶ朝からだったからさ、さすがにボサボサになっちゃった。なんかするかね、やもなんかポーズある。じゃあサナガンザーさんのタコ、多分みんなめっちゃ寄る、寄り、こういう感じ。え、みんなこういう感じなの、ショールームのスクショタイムっていうのは。ポーズ関係ない。なんかちょっと恥ずかしくなってきちゃった。どうせならコングラチュレーションやりたくない。確かに。どうですか、お花。カピバラはってめっちゃ来てるぞ。カピバラやる、みんなで。え、カピバラってあるんだっけ。目を細めます。はい、口角を若干上げます。完成です。半目、うん、になっていい、うん、だいぶね薄めてる、頑張って。でもね完全に閉じないの。これめっちゃ変な絵面だね。顎はどの角度、うん、顎はねノーマルで大丈夫。ノーマル、うんうん、ノーマル、うん、顎は出さない、顎は出さないね、うん、顎出したらちょっと大変なことになるね、うん、ってなるね、うん、大丈夫かな、これ事故じゃないかな。じゃあカナちゃんは、ヤンさんポーズなんかあるの。カナちゃんはヤンさんポーズ、うん、じゃあ最後に、はい、じゃあコスモポーズでもしますか。なんでやねん、強いな。空を見るんだ。ありがとう。皆さんどうでしょうか。ありがとうございました。スクショ撮れました。みんな撮れたかな。撮れたよね、結構長くやったもんね。撮れました。
でしょうか。ちょっとこれはやっぱりトップページで一番上に乗るまで3人でやっぱり頑張らないといけないと思う。今どこなの？乗ってない？今ねトップページにはいるけど、いるいる。でもねやっぱり ここに来たくない。確かに。そうそうそう。そうてちゃん。え、でもすごいね。そう、結構惜しいところまで来てる。惜しい。やっぱり私たちが目指してるのはショールーム開いてもう一番最初のここに、ホーム画面のここにやっぱりね行きたいよね。わかる。っていうことで今日密かに自分の中でも目標があったんですよ。うん、言ってたね、始める前。そうそうそう。だからまたやりましょう。これはやりましょう、うん、リベンジ。そうですね。でもすごい、ここまで行った。ねえ、すごいね。ありがとうございます。すごい。いや、ありがとうございます。皆さんぜひぜひ、あの3人のルームもフォローと、あとツイッターもね、3人でやってるし、ね、ぜひぜひツイッターのフォローと、あとゆうきりもインスタもやってるし、インスタもやってますね。各自みんなそれぞれやってるので、今スクショしていただいたものに関してはツイッターなどで拡散していただいて、さらにあの3人のルームだったり SNS もフォローしていただいて、引き続き応援よろしくお願いします。日本語言った。なんか私がまとめちゃった、ごめん。ありがとう。皆さんまた。あ、そうだね。ヤンさんの YouTube もだね。確かに。坂林さんは人間ですか？見た。人間ですか？コスモです。コスモ。コスモ。コメントたくさんありがとうございました。全くガン無視してきましたが、でもコメントも面白かった。私読んでてじわったもん。コメント3人のバランスいいだって、嬉しい。ヤフー。マジで時間あっという間だったな。でもいや、すっごい秒だった、マジで。ユニット作りて、わかる。俺もカツ丼か牛丼だったら、え、何の話？うん、そうだね、それ。よし、じゃあ終わるか。寂しいけど終わりましょう。なんか最後になんかちょっと主に、ルームの主になんか一言で、それに合わせて終わりますよ。来てくださってありがとうございました。いや、ありがとうございました。また3人で頻繁に配信していきましょう。はい、ぜひ。あの、いつかは、私の個人的な目標なんですけど、あの、私のルームで4期配信っていうのをやりたいなと思ってて。やばいね、それ。あの企画、私でございます。うんうんうん、そう、あの4期の7人、まあ私はまあこう、なんだろう、カメラ回しながら、なんだろう、いろいろ企画提案して仕切りをしてっていう形で、ちょっと6人をいろいろやりたいものとか、7人でやりたいものとかあるので、それをやりたいなと思ってますので、ちょっと楽しみにしててください。はい、はい。じゃあ今日は見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。一言ずつ最後にしましょう。はい、かなちゃんじゃない、ちかちゃん。はい、今日はちょっとね、配信開始までちょっと時間がかかってしまったんですけど、待っててくださった皆さんありがとうございました。そしてなかなかね、じわじわくる面白いコメントもいっぱいしていただいて、本当に一緒に、ね、参加してくださった方が多かったので嬉しかったです。ありがとうございました。またまたこの3人でやるときはぜひぜひ、やらないときもぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。では最後、かなちゃんが言って終了ボタンを押してください。金沢さんだろ、ここの締めは。いやいやいやい や, い や, いや、もう影の主役って多分こういうことよ。そういうこと、うん、恐ろしいこと。全然かね、この終了ボタンっていうのが分かってないんだ、未だに。この前それでうんってなったからね。オッケーオッケー、いけるぞ。はい、はい、みんなこれで締めるからね。じゃあみんなでいいよーポンからのおやすみ一言。うん、オッケーで、みんなよっぽん、お疲れしたー。お疲れさまでした。お疲れさまでした。
ろよ。